はい、おはようございます。本日はですね、トラファルガースクエアっていう場所でジャパン祭りというイベントがあって、それに今から向かいたいと思います。ちなみにこれ撮ってる今日は、まあ、昨日はねバーに行くって言って朝まで遊んで電車で帰ってくるみたいな動画で終わってるところからだと思います。今電車行っちゃったけど見えるかな、あと1分で次の電車が来ますという感じでね、今土曜日の夜10時です。今からピカデリーっていうね、いわゆる新宿とか渋谷とかみたいな場所に行って、ちょっと土曜日の夜を楽しもうかなと思ってます。電車来た、こっちかな、ういという感じで、うわほとんど乗ってねーけど行ってきます。レッツゴー。でオックスフォードからこのメインの通りを南に歩いていくとピカデリーサーカスっていう、いわゆるピカデリーって呼ばれてるところに着きます。でオックスフォードとピカデリーサーカスのらへんを双方って呼んでますね。双方いわゆるね、まあここがロンドン的な、いわゆるザ・ロンドン的な観光地になりますかね。はい、ゴミゴミしてて撮りづらいんですけど、バーとかクラブとか裏道っていうのかな、一本入るとこんな感じです。ピカデリー着きました、こんな感じです。前に撮ったかな、昼とか。今2時です。でトッテンナムコートっていうね方まで歩きながらバーをはしごしながら遊んでました。でロンドンの地下鉄24時間なのでまだ走ってますね。なんで無事にね帰ることができます。でその翌日です。でめちゃくちゃ眠いんですが、眠いっつってももう昼の3時ですが、今からジャパン祭りに行ってみたいと思います。レッツゴー。ちなみに昨日の感想とか取り忘れてたんですけど、まあやっぱりイギリスのね夜はすごい楽しいっすね。みんなすげえ酔っ払ってるし、なんだろう、日本みたいな酔っ払い方じゃないけど、みんなすごい楽しんでるし、なんかめちゃくちゃいいです。パーティー好きな方はぜひ、パーティー好きじゃなくてもイギリスのねパブとかクラブとか行ってみたら楽しいと思います。テンナムコートを着きました。でこっから会場まで多分10分ぐらい徒歩でかかります。なぜかちょっと閉鎖されてますが、有名なハリポッターの場所、前に動画で撮ったかな。トッテンナムコートは楽器屋とか多いですね。楽器屋、あとバーとかね、めっちゃあります。これがナショナルミュージアムで、着きました。着いたっぽいっすね。おー、めっちゃ人いる。こんな感じなんだね。なるほどなるほど、予想以上。すごい、 ANA とかスポンサー。一旦全体を、すげー、 JR とか JAL とかあります。ジャパン祭りの最後締めをね取り忘れて
しまったので、まあ、毎度毎度なんですが締めを取り忘れてしまったので最後これ補足してます。前回の動画というかこれの前がジャパン祭りっていうフェスティバルに行ってきました。で何かっていうと、まあ、1年に1回開催されてるのかな、ロンドンで開催されていて、まあ前に行ったなんかアニメとかコスプレ系のイベントとはまた別で、もっとこうカルチャー寄り、まあアニメコスプレもカルチャーなんだけど、もっとこう食文化とか一般的なカルチャー寄りのイベントでした。で何があったかっていうと、まあ、動画見てもいただければ分かると思うんですけど、食べ物系、ラーメン、うどん、たこ焼き、和牛バーガー、これ食べました。和牛バーガー、たこ焼きも食べました。であとかき氷、ヤクルト、そうヤクルトのね無料配布みたいなのがあってヤクルト飲みました。であとは和菓子系の売ってるお店もあったね、和菓子系で。他には HIS、JR、JAL、ANA、 そう JAL がなんとロンドン日本10月の十何日からか始まるっていうことでまあそのイベント的なので1名様往復券当たりますよとか、 HIS 名前書いたら日本トリップフリートリップ当たりますよっていうのやってました。で JAL さんのはすごい並んでたのでやんなかったんですけど、 HIS さんのは列が少なかったので並んで名前書いてきました。なんでお願いします多分ね、多分日本人じゃなくて普通にこっちの人を当てた方がいいと思います。でまあジャパンフェスティバル、あとそうステージがあってカラオケだったり三味線デンデンデンみたいなやつだったり、あとはお笑いっていうのかな、漫才お笑いまではいかないけど的ななんかやつうまく説明できないんだけど日本語ですら説明できないってやばいね。まあいいや、そういうお笑い系の、お笑いじゃないけどまあちょっと一芸みたいな、傘回すとかやってましたね。でまあなんかステージが思ったよりすごく豪華で、もうなんか夏フェスなんじゃないかぐらいな規模で言ったら、なんだろうな、サマーソニック、ソニックステージみたいな、ビーチステージぐらいの規模のステージがありました。なんかカラオケ大会は結構一般の方も参加できるみたいなんで、来年ちょっとエントリーしてあのステージでね歌ってみたいなって思いました。っていうのもなかなかあの規模のステージでみんなお客さんいて聞いてるって状況ないじゃないですか。なんであれちょっとやってみようかなと思います、来年覚えていればね。で他にはまあコスプレしてる人たちちらほらいたり、まあ日本社会すごいちっちゃいのでちょくちょく知ってる人いたり、なんかこっちの日本好きな人が集まってたり、もしくは、まあ、場所がすごい良かったので、ね、双方の近くだったし、たまたまこう歩いてて、あなんかやってる楽しそうっつってノリで入ってくる方とかもう結構いたみたいです。で毎年9月の23、4ら辺の土日やってます。ちなみにジャパン祭り終わった後なんか仲良くなってた人と一緒にパブに行きました。生演奏のね、ジャズの生演奏パブみたいなところに行きました。でなんかこうね、サイダーっていうお酒を飲みながら音楽を聴きながらちょっとリズムに乗ったり踊ったり喋ったりみたいな、最高でしたね。なんかこれぞロンドン的な、これぞイギリス的な、まあどこでもどこの国でもできると思うんですけど、まあパブ文化っていう意味では、パブライブショー文化っていう意味ではロンドンいいんじゃないかなと思います。まあ昨日も結局ソーフォーの裏とかトッテナムコートとか、あとはピカディの方とかのバーとかははしごしてたんですけど、土日結構全力で遊びました。っていうのも先週の土日はもうずっと引きこもって寝てました。昼も夜も、例えば朝起きて、朝っつっても11時ぐらいですよ、11時ぐらい起きて一応ご飯、昼朝ご飯食べて、でまた寝て、でちょっと YouTube 見て、また寝て、で気づいたら夜だから、あ夜ご飯食べなきゃっつって夜ご飯一応作って食べて、またちょっと YouTube 見て寝るみたい、何してたんだ週だったんですね先週が。でまあその先週ぐらいとかも割と忙しいっていうか平日の疲れですね、平日の疲れなのか何疲れか分かんないですけど、言えなかった疲れか何か分かんないですけど、で土日はもう爆睡してたんですね。で土日寝ちゃって、なんか月曜日に向けて体力回復するのもいいんですけど、終わった後にこう、うわ何してたんだろうみたいなあるじゃないですか、日本でも、まあ、どこにいてもあるんですけど、土日とか爆睡して、うわ
何してたんだろうみたいな時があるので、それをちょっとなくしていこうかなと思って、無理やり割と、なんだろう、旅行とかに行ってる時はアクティブなイメージあるかもしれないですけど、全然ね、家に引きこもってパソコンずっとやってたり、ブログ書いたり、特に、ね、YouTube の編集してたりとか、引きこもりがちなので、そこをちょっと頑張ろうみたいな気持ち入れ替えてやってみ行こうかなと思います。何の話してんだろうってレベルですが、まあね、土日寝ちゃうのもいいですけど、土日アクティブに行ってまた月曜日から頑張ろうとかね、まあ頑張らなくてもいいんですけど、まあ、土日はイベントごととか多いので、今後ねちょくちょくもっと参加できるような感じにしていきたいなと思います。という感じで、14週13週全然わかんないけど、まあ、タイトルのところでちょっと書いてきますが終わりました。来週の週はちょっとなかなかシリアスな内容になると思うのですが、まあ Vlog って感じでこんな感じで撮っていきたいと思います。なんかすごい噛みまくりですが、なんか遊びすぎて口が回らないです。いつも以上にね。ではまた、おめでとう。バイバイ。